皆さん今日も一日お疲れ様です。ババアの文具動画へようこそ。こちらゲームチャンネルなんですけど、中国の万年筆第6弾です。今日は第6弾をご紹介します。ここで持ってきますよ。中国市場向けでしか手に入らないパイロット万年筆をご紹介します。パイロットの中国市場向け 78G プラスです。海外だとめちゃくちゃ人気あるんですよ。別名ジャパニーズサファリって言われるぐらいみんな揃えてます。ちなみにこちらは2016年の新バージョンです。こちらの価格帯が20ドル2000円程度です。中に40のコンバーターがつくので、まあ、それマイナスして送料マイナスしたらまあ1000円程度かなっていう印象ですね。色合いはレッド、グリーン、ブルー、ブラック、透明がありますね。クリアがあります。そして2部サイズが EF、M、F、B。 なぜ 78G が人気なのかというと、カリグラフィー型になってるんです。カリグラフィー型で楽しめるっていうところで B がしょっちゅう売り切れてます。そのぐらい人気あります。 B より F が先に届いたので、 F がスクラッチあるかどうかを確認するためにそちらのレビューをアップします。やばいな、結構暗くなってきたな。こちら2月の26日にオーダーして3月13日に自宅に届きました。18日間かかってます。アリエクスプレスで注文したんですけど、シンガポールから届きましたね。シンガポールって書いてますね。あの個人情報いっぱい貼ってあるからね、あの結構しっかりした梱包されてる気がする。おっと、綺麗まず一言、綺麗。パイロットのなせる技だね。品質管理の技でしょう。ほら、箱の中で浮いてるもんね。さすがはパイロットです。中国市場でも変わらない品質管理をされてますね。すごい、なんか感動しちゃうんだけど、このレトロ感あってさ、パイロットスーパーとか彷彿としません？この細さで、この色。じゃあ開けていきましょう。え、これどっから開けんの？これね、シールの粘着取らないと無理だったね。じゃあ開封していきます。やっぱいいね、レトロデザインっていいよ。ここで引っ掛けて宙に浮いてたんだね。家が細かいよ。お待たせしました。こちらが中国市場でしか手に入らないパイロットの 78G プラスです。ジャパニーズサファリと言われて世界中で愛用されているパイロットの知られざる名作ですね。ちょっと言い過ぎた？知ってる人は知ってると思うんだけど、中国でもこれ一つでフォーラムが立ち上がるぐらいすごい人気です。インスタで試しにパイロット 78G で検索かけてみてください。中国語と英語のレビューがドゥワッドゥワッって出てくる。日本語が全然ないの。もう珍しいぐらいにないの。色いいね、色いい。いや、綺麗綺麗。開けちゃっていい？いや、パイロットだ、パイロットだ、いいね。ここのセクションも長くて、あの持ちやすい。ちょっとごめんね、レビューいかないんだけど、いろいろ見せて。かわいい。あ、これはもう古き良きパイロットの、パイロットスーパー時代の大きさですね。で、鉄ペンでしょ？これはいいわ。サファリであの三角が苦手な人が、海外ではこっち選ぶんですよ。好き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 。じゃあレビューいきます。レビュー、まずこちらのパイロット 78G プラスなんですけど、アリエクスプレス、 eBay、 あともう一つ愛好家御用達のペイトンストリートショップがあります。そちらでは古いタイプの BB の上ですね、 BB の地幅が売ってます。概要欄に貼っとくので気になる方は飛んでみてください。廉価帯のパイロットの2部と互換性があります。つまりスワップができるっていうことですね。結構スワップしてらっしゃる方います。この 78G のスワップ可能な2部はこの辺りに貼っておきますね。ここでごめんなさいなんですけど、私鉄ペンほとんど持ってないので、このペン芯がどれに該当するかが詳しく説明できないです。なのでその辺りはご了承ください。これがニュータイプなんですけど、後日オールドタイプもレビューします。で、ここのパイロットジャパンの印字も異なってきます。尻軸に穴が開いてます。こちらがトップですね。さすがですね、すべてがな、なんて言ったら丸っこくて綺麗に出来上がってます。もういつも通りのパイロットの程よいクリップです。このさ、丸がないのいいよね。丸好きな人もいるだろうけど、私はこのシンプルな方が好みです。
ごついキャップリングがない、もうしつこいんだけどごついキャップリングがない、この感じがね手軽に使えるんですよね。古き良きパイロットです。続けて見ていただいている方は私のキャップリングの嫌いさに気づいていると思うんですけど、ここ公式なんで載せてもいいですか。こう辿っていくとね万年筆が危うい時期、1980年以降に一気に飽食化したんですよ。そのキャップリングの影響が未だにバブル期終わっても残ってるっていうことに私は違和感を覚えてます。こう遡ると大体こういう形だよ。高度経済成長期終わってるんだったらちょっとこの辺考え直してもいいんじゃないかなと思います。低価格帯ではね。何がいいかっていうと、このセクション部分が長いので非常に持ちやすいの。細身に感じるかもしれないけど、これは筆記具として万年筆というよりシャーペンやボールペンに近い感覚で使うのに非常にベストな大きさだと私は思ってます。でこちら2部なんですけど、他の廉価体と一緒でプリントですね。今はこれオールドタイプは刻印タイプになります。私このシェイプすごい好きなんですよ。握力あるときはこのタイプが一番好きかもしれない。手怪我してるときとか握力弱いときとかは細い軸だと揺れ幅が激しくなるんですよね。これ太ければ太いほどかっちり手に収まるので、何か手に支障がある場合は太軸をおすすめするんですけど、書きやすいよ。書いてないけどまだ書きやすいと思う。この部分が長いからアイドロップ化できるんですよ。ここにシリコングリス塗るだけでアイドロップ化できるんですけど、もしかしたら後日作るかもしれない。ほら、コロコロ入ってる、コロコロ。なんかさ、ケーキのトッピングにあるよね、こういうコロコロ食べれんの。あのガリってしてちょっとアサリの砂っぽくなるんだけど、私はそんな好きじゃないんだけど、こうありますよね。買うと500円ぐらいするコンバーターがついてます。パイロットの純正です。オールドタイプだと今はメルカリで2000円とかで売られている紺の20がくっついてますね。まあ、それ目的で買っちゃってもいいと思うけどね。わざわざメルカリのあの廃盤の買わなくても、このオールドタイプを eBay かなんかで買えば紺20ついてくるんで、そっちの方がお得だったりするんだけど、この動画を転売屋に見られるとちょっとまずいかな。中はパイロットらしいですね。あとはユニットがないのでフィードがそのまま刺さってます。このセクション内部にカートリッジをプスッと刺す突起が仕組まれてますね。キャップ内部ですね。ペン先が刺さるとこが丸っこくなってますね。結構部屋の中暗いんだよね。大きさを比べていきましょう。 70-80 プラスでしょ。こちらがペンテルのサインペン。世界一の文具何って聞かれたら速攻ペンテルのサインペンって答えるぐらい大好きです。めちゃめちゃ使いやすいよね。デザインもいいし。こちらがサファリです。でジェットストリームで、こちらがパイロットフレフレですね。こう比べてみるとやっぱり細く見えても万年筆って若干太いんですよね。なんだろうね、これだけ見ると細く感じるんだけど、比べてみるとだいたいサファリぐらいあって、シャーペンよりは全然でかいっていうね。今回サファリより若干細身だけど、あとねあれ比べてみよっか。キャップリングが質素なパイロット67と比べてみましょう。一回りちょっとちっちゃいかなぐらい。全長が少し短くて、バレルとかキャップも少し気持ち細くなったぐらいで、そう違和感ないと思う。海外のレビューで言われる長所が、このレトロな外観、なくしても怖くない価格帯で、日本の信頼性あるパイロットであること、グリップの部分が非常に快適であること。私は持ってないんですけど、メトロポリタンとかだと、コクンっていうのかな？軸の起伏がこう丸っこくて急すぎて手に合わないって人もいます。またサファリの三角のグリップが手に合わないっていう方もこちらを選びますね。で、この細いタイプだと、ポストが非常に快適になる。ポストした時の全体のバランスがすこぶるいい。本当にいい。なので私もパイロットの廉価版の中ではこれが一番好きですね。まだ書いてないけど。パイロット74とか67って、ここのセクションが短い、グリップ部分が短くてすぐネジネジがある。
このステップのこう段差がないんだけど、持つと必ず人差し指の腹にネジを感じるのね。こう見ると78G プラスのネジネジの方が後ろに来てるんです。このちょっとした差で指の腹で感じる感覚が全く異なります。全く異なる。ちなみに私は74も67も好きだけど、パイロットスーパーやこっちの形の方が握りやすいかな。今比べてるのは742です。742でさえネジネジは前にありますね。今比べてるのはパイロットエリートです。パイロットエリートと比べてるんですけど、こんな感じの持ち味かな。パイロットエリートってポケットタイプなんだけど、別に女性の手に合わせてるわけじゃなくて、めちゃくちゃ使いやすい。エリート愛もすごいんで、もしかしたら別動画で撮るかもしれません。長さも変わらないし、太さもそう変わらないので、なので私 78G 買うことにしたんですよね。今日はパーカーのクインクを使います。ブラックです。もうこれはもうすでに汚れてる手袋なんで汚していきましょう。もう汚す気満々です。もう汚れても怖くない。大丈夫。汚れとトラブルでしょ。人生ってさ、汚れとトラブルがつきものだって。いや。オッケー。なんかギリギリで止めたよ。欲張るタイプね、これね。で、刺してきます。もう省いてたんですけど、ちゃんとやんなきゃね。正直ね、コンバーターのインクからこっちに到達するまで、この半分ぐらいのインクの量が必要になってきます。なので一旦落とします。1、2滴って言うけど、1、2滴だけだと通らない場合多々あるので、私は多めに垂らしちゃいます。逆流させて、垂らすの。ほら、垂れたでしょ？ポタって、ほら。こうすると早めにペン芯に到達するので、ペン芯とニブの隙間にインクが充満します。もう充満させると半分ぐらい減るの。だからこっちにインク渡らせるために、この時点でコンバータのインクが相当減るので、一旦巻き戻しましょう。で、巻き戻ったら引っこ抜きます。エコ流なんだけど間違えてたらごめん。ほら、欲ばっ、あ、やだ、垂れてる。あー、手袋汚れた。もうさ、知ってるよ。これをね、学習しないって言います。オッケー。オッケー牧場。なんか、浸透してきて皮膚が湿っぽい。まあいいか。今回これで進行します。またインク入れた状態で全体が 12.4g、 キャップが 4.6、 ポストしない状態だと 7.9、 約 8g ですね。全体が約 133、 トップが尖ってるから気持ち変わりますが 62.8、 セクション部分が 24、 ニブが 15 ぐらい、バレルが約 75.5、ポストしない状態だと約120。書いていきます。嘘ついた。今日は3月の17、使用しているペンが使用しているペンがパイロット78G プラスですね。こちらはニュータイプ。めちゃくちゃ書きやすい。めちゃめちゃ書きやすい。このバランスと、このペン先が他の廉価版と一緒だとしても、王道のバランス、めちゃくちゃ書きやすい。素晴らしい。日本でも普通にこっちラインナップした方が良くない？興奮するな。落ち着け。一応ファインにしました。エキストラファインもあるんだけれども、鉄ペンなのでもしかしたら
普段のパイロットよりも細いかなと思ってファインにしました。これはね、近辺の EF ぐらいの感覚かな。一切の引っかかりがないし、近辺ほどの滑りすぎるヌラヌラ感ないから勉強におすすめ。これでめちゃくちゃ綺麗に中国語を書いてるインスタがいっぱいあるんだけど納得。プラチナの近辺の3776みたいな字書けるかもしれない。めちゃくちゃ書きやすいな。インクがパーカークインクのブラックですね。ジャパニーズ F。 想像以上に書きやすい。これはね、想像以上に書きやすいね。おもちゃっぽいかもしれないけど、一見おもちゃっぽいし書くので良くないとか思うかもしれないんだけど、日本で発売されてるそれらよりも私こっちの一本選ぶかな。そのぐらい私の好みです。これからは決まった文面を書いていきましょう。ごめんね、ちょっとね、書き順違うと思うんだけど、明日世界が滅びるとしても、今日あなたはリンゴの木を植える、友達の影響で好きな言葉です。そしてカイコーさんのこの言葉はマルティン・ルターをパロってるんですけど、正しく言うと、たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植えると。もう何も問題ない。もう何の疑念も持たず買っていいと思う。非常に書きやすいね、F でも。マルティン・ルターですね。パイロットの F 字って若干太めなんですけど、この78字プラスの場合はきっちり収まりますね。余裕があるぐらいに、スチューデントモデルって言われるのが分かるぐらいにノート筆記向きです。似てるね。似てる似てる。プラチナをもっとカジュアルに細めにして綺麗に描けるイメージかな。じゃインド軸も参戦。これはマグナカルタニブです。軸はクリックですからね。あー、これは細いけどちょっとバランス違うな。ついでに脇役の近辺さんにも参加していただきましょう。これはもう形状が違うからまた別物ですね。力を入れないタイプ、力を入れます。どうだろう。もちろん縦横は同じ線なんだけど、横を力入れないで縦力入れた場合若干変わるかな。縦に力入れた場合は若干太くなりますね。もう何の問題もないですね。左も最近サボってた左利きでしょ。押して書いても全然違和感ない。出る出る出る。左手でも大丈夫。左利きの人も何の心配もなく書けますね。インクフローですね。ちょうどいい。
ほんとちょうどいい。最高。控えめに言って最高だな。ペン BBS の方が、紙のタッチ感は柔らかい。これは形状から来る引き感が、やばいですね。やばいやばい。ヴィンテージとか、そういった万年筆好きの方も愛用してるのがよくわかる。よくわかる。これです、これ。昔ながらの万年筆のバランス、かつ現代のより改善された鉄ペンの書き味で、これはもう最高ですね。大好き。何の紙で書いてるんだよって話なんだけど、相変わらず、これね、紙ね。紙はマルマンです。この紙で、もう一切のスクラッチもなく、スクラッチっていうのはキーキー感ね。一切のスクラッチなく、実にスムーズに細字が出てます。このプラチナのフィードバック多めの細字とも違うし、これはね、ウィンソン601の筆箱に邪魔にならないタイプと同等ぐらいかな、私の中で。フライターモデルならウィンソン601で、このレトロで軽いタイプで手軽く使いたいのなら 70-80 プラスおすすめかな。非常に学生向き。私も日常使いのレパートリーの中に入る。これは素晴らしいね。パイロットベタもみやん。以上が世界中で評価されているのに、日本では知名度が低い中国市場向けパイロットの 70-80 プラスのレビューでした。これは買って後悔ないです。じゃあ最近サボってた A4 コピー紙に書いてさよならしますね。じゃあゆっくり休んでください。おやすみなさい。